さあ、休みますか。寝よう、休もうぜ。君らが眠っている間なら僕からも望んでつながることができるみたいだ。どうやら力を順調に使いこなしているようだね。実に結構。前にも言った通り、アーキタイプは他者との出会いによって新たに芽生え成長していく。探すんだ、過去の英雄王者たちにも匹敵する美徳の持ち主をね。王冠や勲章など関係ない。大事なのは己の道を背負うものであることだ。そうやって仲間や支援者たちが増えてゆけば、君の力はより磨かれ高みへと近づくだろう。いつかそんな風に人が手を取り合い、君のように己自身の力で自由に未来を選べたなら、まさにそれが僕の理想の世界だ。いや、支援者も何も、私たち今人から隠れたい立場なんだけど。英雄も孤立していては異端者に終わるという話を前にもしたはずだ。つまりアーキタイプといえど、おのおのに得意や不得意があり、考えて使わなければ強みにはならない。戦場では命は君が思うよりもずっと簡単に失われる。学んで考え抜いて初めて拾えるものだ。試練や壁にぶつかった時こそ冷静に周りを見てほしい。小さな可能を積み上げた先に必ず勝ち筋はある。さて、時期夜も明けそうだね。今後も期待して見守らせてもらうよ。また会おう。国葬まであと4日。よしよし、準備はいいな、出発するぞ。王の葬儀はもうすぐだろ。なら急いで王都に向かわないと。さあ行くか。ここだな。王都、グラントラド、ここやな。さあ行こうか。王都までこの距離を行くなら早いとこ馬車を捕まえないとな。行くぞ。もう猶予はない、準備はいいな。王都に向かおう。よし、行くか。よし、とにかく急ぐぞ。やった、やっと王都行けるな。秘密裏に事を運ぶためノルド廃鉱山を抜けることにした一行は、新たな力を得て国軍の追手とドラゴンという脅威を振り払った。思わぬ足止めにかかった時間を取り戻すため辻馬車を探すのだった。国葬まであと2日。ようやく馬車が拾えたな。これで国葬には無事間に合いそうだ。前に馬車乗ってた時は賊に襲われたのよ。今考えるとあれ、ルイの信奉者ね。思い出したくもないけど。今のお前たちなら賊ごときに遅れは取らんだろう。心配するな。こうしてると出発した日のことを思い出すな。あの時はまさか俺とお前の他に誰も生きて帰れないなんて想像もしてなかった。先のことなんてわからないもんだな。お互いよくやった。辛いか。大変なのはここからだ。辛いか。違うな。大変なのはここからだ。本番はここからだけど。別に弱気になったわけじゃない。やるべきことはわかってるさ。はあ、短い間にいろいろありすぎた。私たちが世の中だと思ってた景色ってなんてちっぽけだったのかしら。生まれた町から一歩も出ずに生涯を終える者もザラにいる。だが俺たちを待つ運命はどうもそうじゃないらしい。そろそろ王都だ。あまり喋るな。あなたはもしや戻られたのですね。遠路ご苦労様でした。まだこの顔を忘れていない者がいたとは驚きだ。何を言われます。まあ
陛下が亡くなったと聞けば、知らない建物が増えたな。離れていた時の長さを実感する。軍が一番変わりましたよ。水面下の後継者争いに振り回され、正直誰を守る軍なのかわからない時があります。おまけに辺境で怪物騒ぎまで、兵もろくに足りていません。混乱も明日までだ。国葬が済めば次の王も正式に決まる。そうなれば捜索隊もお役御免か。そんなものがあったことなどほとんど誰も覚えていないだろう。国葬まであと1日。ノルド廃鉱山を抜け、辻馬車を拾った一行は、国葬の前日までにユークロニア連合王国の首都王都グラントラドに戻ってきた。長期はためく街並みを眺めながら、果たすべき目的の大きさに改めて身を引き締めるのだった。降ったりせんだろうな。明日の国葬大丈夫なの？兵隊さんが足りないと聞いたわ。心配いらんだろう。お偉方は皆ご自分の護衛を連れてる。そうそう荒ごとなど起きんよ。人目を引くなよ。日陰通りにミツバチのささやき亭って宿がある。詳しい話はついてからだ。行くわよ。ということでグライアス先に行っちゃったよ。私たちも急ぎましょうということです。ささやき亭、待って、これその前になんかちょっと探索してみる。これまたエルダ族とか言ってきやがった。マグラの濃さなんて分かりもしないくせに。確かにな。あ、ダメだ、寄り道しちゃダメだ怒られた。まあとりあえず行くか。じゃあおとなしく。あんまり会話しかできなさそうだから、じゃあささやき亭に行ってみるか。哀れね、誰や誰や今哀れねっつったの。クソ差別主義者が腹立つな。なんか言う。ということで、うわー、誰かとぶっ倒れてるやん。あれ何あれ、うん、ここが日陰通りか。隠密行動にはおあつらい向きだが、宿はどのあたり。こいつ見てこれ、うわー、なんかフランしてるこいつら何やってんの。次の処刑はいつかしら。あ、待ちきれないわ。やばいだろお前、この前のニディアは傑作だった。あんな恥ずかしい命乞いなかなか見られないもの。まあ、ここで命乞いするやつを見て楽しんでんのきっしょいな。確か、さっきの大きな通りと違ってジメジメしたところね。三つ橋のささやき亭はこの辺りあるって話よ。まあ、とりあえず見て こいつら何これ、気持ち悪いな。まあ、いや行くか、おとなしく。なんでこっち行って、なんか酔っ払いいるよ。酔っ払い、この通りは柄が悪そうだな。柄悪そうや。スリに気をつけてよね。あんたが一番狙われそう。あんたエルダ族か、どういうこと。言わなくてもわかんだろうが、こういうとこに集まるのはなんか訳ありのやつらだ。あんたみたいなエルダとか俺たちみたいなパリパリパスなんやそれ。お互いのために詮索はしねえが、あんたも苦労してそうだな。はあ、パリパスっていうのも苦労してんのか。よし、ここがミツバチのささやき亭ね。よし、ようやくまともな場所で休めるな。美味しそうな匂いがする。入ろうぜ。戻ったのかい。お父さん、お帰りなさい。マリア、いい子にしてたか。こいつらは今度入った新兵の小僧たちだ。ずいぶん若いね。よろしく。ここで宿屋をやってるファビアンヌよ。マリアもちゃんと挨拶して。いらっしゃいませ。おい、注文まだなのか。マリア、お願いできるかい。うん、わかった。聞いてたより戻りが早いじゃないか。
何かあった？兵をな、随分失った。そっか。まさかグライアスが子持ちとはな。いつもすまないな。マリアのこと、もう少しだけ頼めるか？任せといて。今やうちの看板娘さ。この人に付き合わされて疲れたろう。とびっきりうまい夕飯用意するからさ。飯が済んだら上に行くぞ。おいしい。うん、これから舌が。落ち着いて食え。うまかったな。特にあの肉、焼けるような辛さが食べてるうちに癖になって。微動鳥の紅香草焼き、あいつの故郷の名物料理だ。ここは組織の息がかかった宿でな、あいつには世話になりっぱなしだ。手駒が少ないとは聞いたが、本当に俺たちだけなのか？別動してる者もいると聞いてはいる。だが不在の間、訪ねてきた同志はいなかったそうだ。匿名は俺たちでやるしかない。ルイの暗殺か。大仕事だぞ。グライアス、作戦はあるの？聞かせて。葬儀の最中に殺す？白昼だぞ。無理に決まってる。そこを逃せば狙える機会は他にない。大丈夫だ。ルイに近づくのは俺だけだ。お前たちは別の場所からルイの気を引いてくれ。その隙に俺が背後に回る。例の力は目立ちすぎる。当てにするなよ。怪物退治と人殺しは別物だ。獲物はこいつを使う。正気か？相手は凄腕の魔導士なんだぞ。俺たちも何か。ダメだ、邪魔になる。組みついて直に首をかっ切る。これが一番確実なんだ。経験もある。隙さえ作れれば問題ない。分かった、心配だ。てん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 。マジかよ、絶対うまくいかなさそうなんだけどな。そんなんで単純にあっさりいくとは思えないけどな。分かった、心配だ。心配だな。心配だけど大丈夫だ。いやー、絶対うまくいかねえだろ。よかったらマリアに声をかけてやってくれ。一人で寂しがってるはずだ。一緒に寝てやらないのか？今夜は準備がある。部屋には近づけられない。完全に父親の顔だな。悪い、俺は早めに休む。疲れを取っておかなきゃ足手まといになっちまう。もうみんな勝手ね。けどマリアを放っておくのもかわいそうだし、一応話しかけに行ってみる。結局やらされるんかいっていうね。さあ、ということでどこにいるんだ？ここか。ちょっと待って、セーブしていて。で、グライアスの娘マリアの部屋だろうか。客室出張は使われてないような。あれ、どこ行くのかな。こっちか、下。酔っ払いがまだ残ってる。おーい、暇だろ。どうかしたの？遊びに来た。特に酔わないけど眠れなくて遊びに来たよ。一緒に遊ぼうと思って。マリアと遊ぶの？もう、そういう解消するなよ。そういえばお父さんが言ってた、珍しい本を持ってるから見せてもらえって。本に興味があるの？まだ見たことないからどんなのかなって。よし、字が読めるか。一緒に読む？一緒に読む。本当？あ、でもお手伝いが。マリア、ここはもう大丈夫だから上で遊んできな。いいの？今日もよく頑張ったからね。本読みたい。絵もいっぱい。本ってこういうのなんだね。字はね、ファビアーヌさんに教わったの。店の手伝いにも役立つからって。毎晩手伝いを。字を読めて偉い。毎晩手伝いを。毎晩手伝いをしてるの？うん、
大変だけど、でも楽しいよ。頑張ると褒めてくれるし、嬉しい。お父さんには部屋に入るなって言われたけど、我慢もできるよ。強いんだな、無理はしてない。強いんだな。強いんだね。お父さん忙しいし、それより帰ってきたから嬉しい。ありがとう。お話できてすごく楽しい。それならよかった。また遊ぼう。また一緒に遊ぼう。本当に？また遊んでくれる？じゃあ約束。お父さんの仕事を手伝うんでしょ？怪我しないでね。危ない仕事もあるって聞いてるから。はい。自分も不安だろうに、こちらの身を本心から案じてくれているようだ。マリアの優しさに心が癒された気がする。心清き少女マリア、彼女こそ世領氏の美徳を心に宿す者。彼女との絆を育てることで、あなたに眠る新たな力が目覚めるでしょう。お、来た来たぞ。ありがとう。ということで、世領氏の原型パーティーがヒーラーできたね。やっと来たな、ヒーラー。なるほど。ということで、マリアからヒーラーの英雄像を感じ取った。ということで、アカデミーへで練習してみましょうと。お父さん、しばらくお家にいるかな。すぐにお別れだと寂しいかも。お願いしよう。きっと大丈夫だ。きっと大丈夫だ。きっと大丈夫だよ。うん。これ、もう少しだけ読んだら、ファビアンナさんのとこで寝るね。社会が国民を守る。これがこの理想郷の基本理念であるね。誰もが平等で安全に暮らし、生活に貧富の差はない。故に争いもない。全員が助け合うべき仲間なのだ。つまりみんな喧嘩しないで仲良く暮らしてるってことね。すごい。こんな場所どこにあるの？ここでなら仲間外れにされることもないんだよね。マリアも行ってみたいな。本、もうちょっとだけ読んでいい？こりゃ当分寝られそうにないね。夜明けとともに大聖堂へ向けた葬列が始まる。王の棺が城を出発した。城下を練り歩き、最後に大聖堂まで運ばれる。お前たちは大聖堂で警備兵に紛れろ。合図したら騒ぎを起こして瑠衣の気を引いてもらう。兵隊に紛れるって、制服はもう。ファビアンヌに無理言って繕ってもらった。一晩でか。徹夜だろうに。どれどれ。昨日はマリアが世話になったな。また相手をしてやってくれ。大変だった。任せておけ。うん、任せて。すまんな、なかなか友達もできないみたいでな。ここを出たら別行動だ。分かってるな。大聖堂に着いたら警備兵を装い、中で騒ぎを起こす。こっちは大丈夫だからさ、心配しないで。お父さん、夜には帰る。いい子にしてるんだぞ。大丈夫だ、自分がついてる。また本を読もう。また本を読もう。また本でも読もうか。本当に？帰ってきたらみんなで一緒に夕飯を食べよう。うん、気をつけて。いってらっしゃい。全て終えたら夜にここで合流だ。頼んだぞ。ああ、全力を尽くす。いや大丈夫かグライアス。よし、
準備して大聖堂に。あいつやられそうだけどな。魔法でさ、なんかやられるんじゃね、普通に。よし、ということで施設の場所について、町の地図を開くとアイコンで場所を確認できると。ああ、武器や防具や雑貨や魔法や。行くわよ。ということで大聖堂へはサンメルを中央通りだけじゃなく、処刑台の前の広場を右に折れた道から先から、さっきあったな処刑台な。武器は僕もあるということで、ちょっと待って。さて、あ、これね、これが今ここいるところで。ああ、いろいろあるね、サンメリ。さあ、ちょっといろいろ行ってみるか。そういえば、なんだ。ああ、ちょっとさ、買い物したいね。さて、武器屋行こうか。しかしさ、あ、なんだ、まさか、モアがいる。こいつどこでも出てくるな。なんだろう、またあそこもアカデミー、あー、これでアカデミーへ行けるってことね。ちょっとヒーラー入れてもいいかもな。新たな力を得たぞ、気がついたらアカデミーへ。いや、ヒーラーいた方がさ、絶対いいよな。いよい、ちょっと一回アカデミーへ行ってみるか。あの場所へ。アカデミーへ行こう。いや、多分相当相手のダメージもでかくなりそうだから、やっぱヒーラーは一人。ただほう、ということで新しいアーキタイプの気配がするということで。うん、さてと。え、議題いいか。恐れずに変革の意思を示せば、姿さえも一変して文字通り英雄制の化身となれる。それがアーキタイプだと知ってるよ。はい、つまり、だからということで来た。研究は僕にも必要なことでね、最初の研究課題としてまずは背拍子ヒーラーの英雄像を育ててきてほしい。やっぱヒーラー使いっつってんな。きっと課題を通して君自身の魅力、いわば資質も磨かれる有意義な機会になるはずさ。よし、ということで、モアからの課題上昇。魔導士ルイに対抗する力を養うため、ヒーラーをランクを10にしようと。誰が履修しても構わない。 OK。これさ、誰をヒーラーにしようかな。それだけで僕に、課題を達成した状態で話しかけてもらえば、それだけで僕には伝わるよ。任せてくれ。飲み込みが早くて助かる。君たちは強大な敵ルイに立ち向かおうとしているね。策を練ってもいずれ戦うことになるだろう。そのためには、そのためには様々なアーキタイプの覚醒や上位のアーキタイプ力の組み合わせの研究が必須になるんだ。英雄の力は出会いによって目覚め、周囲にも影響を及ぼす。その作用は同じ幻想を夢見る僕にも現れるだ。この研究は、そうなれば前王に封じられた僕の記憶も少しずつ戻ってくるかもしれないと。例えばここがどこであるか、なぜ王が僕を閉じ込めたかについてねと。君は研究により力を得て、僕は記憶を取り戻す。その果てには理想郷の実現、互いに損はない契約だろう。それに君のおかげで研究もはかどってね、この場所でできることも増えた。面白い。今までに覚えたアーキタイプの技を他のアーキタイプにも継承、なるほどね、できるようになると。試したかったらいつでも話をかけてくれと。こうして様々な出会いが君の力になるということさ。よろしく。共に困難に立ち向かおうじゃないか。これからの活躍期待しているよということで、早速ヒーラーにしてくれ。いや、ということで、アカデミーヤの機能解禁と技の継承が解禁されました。習得したスキルをマグを使って解放することで別のアーキタイプに持たせることができます。ほう、継承する技はアーキタイプごとに個別に設定可能です。ほう、とりあえずこれヒーラーだよな。どれだろう、あれ、こうか。これで、なるほど。いくつ、今いくつあるんだ。興味深い。ヒーラーか。君がマリアの生き様から感じ取ったアーキタイプだね。英雄像とは他者への献身と慈愛によって命に力を明け与える聖者の姿。ヒーラーを初めて見つけるために千マグ。おう、あるある、よろしく頼む。頼む。その力が欲しい、よろしく頼むよ。もちろん。いいだろう、その決意を自らに命じ、己を背拍子への姿と変えるがいい。うおー、来た。ヒーラーが目覚めた。いつから英雄たちの魂の声が聞こえる。不安を力に変えるものよ。戦場に荒れながら見捨てず、手を差し伸べる覚悟があるならば、我ら背拍子の魂を引き継ぐ。そうか。これがヒーラーの魂の力か。光の魔法と癒しの力を感じる。助けてみせるよ、困っている人すべてを。
ということでヒーラーの力が覚醒したと。やったぜ。よし、また強くなったぞ。どうしようかな。自分自身がヒーラーになっ、どうしようかな。まあ、自分でやるかヒーラー。他のやつで戦わせて俺はヒーラーになろう。これでいいんじゃないか。ということで技の継承見てみるか。誰の継承かな。シーカーを。どういうこと？ヒーラー。ああ、これ1個か。ちょっと待って。ただ、これ結構マグ使うな。支援回復とかあるから、まあいいか。サイクもういらないか。どうせ、これ光攻撃と、フィールドアクション時、仲間の援護攻撃が当たるたびに HP を回復する。こいつはあれなの？回復魔法は持ってないの？支援回復自動効果って書いてあるな。これ、D 持っといた方がいい？これ HP 消回復。ヒーラーって言っときながら、こいつ回復魔法ないんで、これ違うよね。フィールドアクションだよな。仲間の援護攻撃が当たるたびに HP を回復する。援護攻撃ね。これ D 持ってく。 D 持ってきとこう。よし、見ている。とりあえずヒーラーなんで HP 回復ないと話にならないと思うんで、 D をとりあえずいった。よし、いいだろ。よし、おり。これで待ってな。どうする。私ヒーラーになりまして、何も装備ない。あ、戻るか。とりあえず、おや、はい、また、ただまた。とりあえず俺が支援に回ってですね。よし、帰ってきて。ほんで、ちょっと待って。これで今どこ？こっちか。さて、こっちやな。さて、こっち行って。ほっといて。なんだこれ？いい時に来たな。おっと、そこのエルダ族のあんた、いい剣を持っているな。ほう。安心しろ、物取りじゃないさ。ただあんたが傭兵かなんかなんてだってんならいい話があるぜ。怪物と戦った時、マグってのを手に入れなかったか。もし掴み違いないなら俺が監禁してやる。マグってのはマグラの結晶の微細な破片のことでな。へえ、買い取ってんだ。マグラ集積機。へえ、確かそうだね。監禁もできる。いやでも今はもう俺ポイントいるもん。どんぐらい換金できんの。マグ換金所では戦いで得たマグを買い取ってもらうことができます。買い取りの相場は日々変動しますが、悪天候の日は換金率が高くなる。マジか。悪天候の日換金率高くなるの。どんぐらいで変わるのこれ。1。なるほど。100、100で。いや、なんかあんまいいや。レートが2だったね今。あ、ちょっと待って。で、武器はどれ。これか。俺今金いくらあるかな。今日は国葬だ。早めに店じまいして静かに過ごすよ。なんか買うなら今のうちだ。ということで、あ、パッ、もうもはや俺のもう1600しかないから何一つ買えないんだけど、もう高すぎるわ。あ、待った、換金アイテム俺持ってたっけ。うわー、これとこれか。まあいいや。じゃあ今まだいいでしょう。なくても多分戦えるわ。防具も一応見とこう。防具も見といて、どうせ買えないんだろうなと。この展開はね。どうも。出たよ、高級品。まあこれぐらいしか買えんな。あ、これ1個買っとく。ちょっと強化はできるけど、750。若干強化されるな。1個買っとくか。俺に装備。これでいい。終わり。よし。で、あと何やった、あれ。さて、あ、あれか。あれ、どこ、もう一個登ったとこ。あれ、これでアイテム何かしら。買う。さあ、ちょっと待って、薬草とかた、あれあれ欲しいよな。いや、待った、そうでもないか。一応戦闘炎は1個あって、高級はいらなくて。こんなのあるんだ。アリアドネの糸。危険な場所への探索は欠かせない。使うとダンジョンに。これ1個持っといた方がいい気がするな。まあ、状態異常の回復かな、ちょっと。これ1個持っとこうか。使うとダンジョンに戻れる。入り口に、ね。ダンジョン入り口に戻れるやつ1個買っとこう。以上。
なんかの時に必要かもしれない。あれ、ほんでもう行きますか。ちょっと待って、セーブさせて。よし、行こう。なんか不愉快だよな、近寄らないでとかいちいち。あー、こっちか、OK。 レガリス大聖堂前ということで、さて、これ何がある、これ。僕のお母さん、国葬見に行くんだって国葬、僕は行かないよ、お父さんと家で遊ぶの、それがいいよ。国葬で今からある大事件が起ころうとしているからな。こいつは何、国葬で一人が溢れているか、荒掛け席所とは思っていない、王様の葬式なんだ、慎んで商売しなきゃな。よし、肉、微動鶏肉、何これ。可食部位を増やすため改良化された鶏の肉と料理の材料になる。まあ今はいらんか、いつか料理するんだろう。で、あと何、あ、これか、一応見とこう。悪いけど今日は早めに店じまいするよと。綺麗な飲み水、食材か全部。オッケー、じゃあ行こう。いいか、来た、よし、乗り込むぞ、潜り込むぞ、準備はいいな、行こう。よし、どうやって騒ぐんだ、人目につかないところで着替えるぞ。領主に貴族に将軍もいるわ、そうそうたる顔ぶれよ。グライアスは見えるか、問題なさそうけど、肝心のルイがまだ。あ、見て、これは。あやつ、王家の花と知っての同席か。宿儺弔いに王族以外が持ち込むなど、なんたるハレンチな。自分が王とでも言っているようではないか。けだももめ。愚かな王は死んだ。ここに居並ぶ貴族や宗教家どもに失望し、自らの弱さに打ちひしがれたのだ。言わせておけば。なんて言い草。狂ってる、葬儀の場で。ルイ様の言う通り、貴族どもが悪い。もっと言って。この国は今、有史以来の危機にさらされている。すべての者に現実を見せてやる。壁の中で見る機会もなかった。これが人間だ。ただの噂ではない。今やこの国は人間の巣窟なのだ。ついに国境の砦までも人間に落とされた。じきに全土がそうなる。弱き王が招いた災いだ。ならば力ある者こそ新たな王にふさわしい。おのれ貴様、謀反を起こす気か。王も継ぎ手もおらぬのに誰の謀反だというのだ。ならば冷然にて今決めよ。このルイ・グイアベルンこそユークロニアの新たな王であると。おい、どうした。な、何事だ。この力、まさか。王宮が。
王の魔法なのか。我が名はギュトロダイウス五世。国王陛下、新たなる王の誕生を望むその願い聞き届けよう。今ユトロダイウス五世と。まさか国王陛下。そんな陛下亡くなったのでは。なぜ。静まれ、言葉を拝聴せよ。我は宣言する。我が魂が真にこの世を離れる定めの日、今より夜旅の月が移ろいし後、来たる英雄の日、その日までに国民の信託を最も集めし者が次なる王となる資格を得るものとする。王となる資格だと。信託を集める。どう聞く。我が魂は天空より全てを見通し、全ての者の心の声を集める。何人たりとも本心を偽ることはできぬ。なんだこれ。心の声、しかと見通したり、今この時、次なる王として最も信託を集めし者は。オーデン様。ルイ様だ。ん？ルイ様もいるぞ。王の候補だと。は面白い見せ物だ。この私にも世継ぎとなる資格を与えるというのだな。口を閉じよルイ。亡き陛下の弔いを汚すと何たる狼藉。そなたが王になるなどありえぬ。ならば問うてみるか。ん？民草よ、フォーデンが王で本当に良いのか。今こそまやかしの教えから目覚めるのだ。生まれや種族など関係ない。私は命に危険なく世界を望む。従うなら人間の脅威から守ろう。幸福を取り戻そうではないか。聖教の教えは村を救わなかった。化け物を相手にはどうしようもない。奴隷でも指示すれば守ってくれる。騙されるな。あいつはそんな奴じゃ。ねえ見て、兄様がフォーデン様にどんどん迫ってるわ。本当に人の心を見透かしているというのか。ルイ、民心を惑わせよって。国難を、人間を打つ力なくして未来はない。この私と共に立ち、まやかしに反旗を翻す者、諸君らは守ってやる。だが従えぬ者は容赦なく殺す、たとえ誰であってもだ。それが王族であってもか。国を担えもせぬ王など大罪人よ。当然の報いだ。貴様、やはり奴が陛下と殿下を。ふざけるなルイ。お前みたいな悪党が王だと許されるわけない。国が滅びる。おい誰だ。無礼者、王族殺しの好きにさせるかよ。そうだ。よし、いざ。お前も行け。ウガイアスは。民の意志を力で積むことは許さぬ。我が力にて罰を下す。罰か。
いい腕だ。亡き王族への忠義か？だとすれば皮肉だな。王は貴様が気に入らぬようだ。嘘。言ったはずだ。逆らう者は殺すと。まさか王の魔法をこんな風に使うとはな。いいだろう。あらゆる生まれの民よ、我が理想のもとに集え。理不尽で不毛ない境からこの私が守ろう。ルイ様しかいねえわ。信じなかったら殺されるはずよ。どちらにつくべきか。来たる英雄の日、我が審判により民の信託を最も集めし者が次なる王となる。あらゆる種族、身分、咎人、万民に大いに挑む権利がある。我が瞳は天空より全ての心を見通し、望まれたる者の顔を石踏みにて示すであろう。何とたりとも阻むことは許さぬ。全ての地に伝えよう。古き遺物など不要。新たな王ルイ様の時代が来るのだからな。動くな。まったく死にたいやつばかりだな。ルイ様のありがたみを骨身に刻んでやる。こいつ、墓所の遺骨で。私はルイ様からご用事を言いつかっていてね。用事？マグラを蓄えるのに多少時間がかかりそう。それまでしばし聖堂に曲がりさせていただくとしよう。王の服喪が明ける日が最悪の日となるだろう。邪魔しに来れば殺す。ひるむな。死者が蘇ることなどない。下法で人形のように操っているだけだ。来るよ、構えて。さあ、ということで骸骨兵と戦うことになったわ。すごい展開になってきたな。だからやっぱグライア死んじゃうんだよ。なんなんだ、どうしてこんな。ああ、ちょっとストロール、しっかりして、敵が来てるよ。上上みじん切り。てめえ、どうする。落ち着け落ち着け。俺、くそ、うまくしやばいぞ。ストロールがおかしいぞこれ。ということで不安ステータス、そんなのあんの。敵に先制される、クリティカル攻撃を受けるなどで、の状況で味方に不安が生まれることがあります。ほう、これはい、ちょっと不安状態になるとアーキタイプの技が制御できず、攻撃を受けても敵の行動回数が減らないなど、特に注意。なるほどね。すまない、すぐに立てます。やべえじゃん、めちゃめちゃ足でまといじゃん。構えて。いった、もう俺ヒーラーになっちゃったからな。そういや、命中率 100%。 どうしよう、俺今ヒーラーなんであんまり火力は。ということで来た。これ大丈夫かお前。何で使えてくれ。不安を制御することができない。
落ち着いていこう。どうしようかな。遠距離になる。ヒーラースキルを使って、こいつ光属性が使う。これ光よ。どんなもん。お、強い。これは強いぞ。俺はまずい。もう制御できない。やれ。強い。でも強いわ。勘弁してくれ。ストロールが狙われたの。敵の猛攻が来るよ。ザコは行くぞ。ザコは光攻撃でやってやる。輝け。ハンマー。制御のため制御しろ。あ、来た。まあいいよ。この身に制御して、はい。ほい。ザコだった。それよりもグライアスがいなくなったのが痛すぎるな。頭数が一人減る。よし、成長したぜ。さっきの男は兵を連れて聖堂に入ったのか。ここには墓地があったな。彼の骸はそこに運んでくれ。はっ、かしこまりました。丁重に扱ってやってくれ。顔なじみなんだ、亡き陛下。いや、王子殿下のために正しいことをしたんだ。弔われるべきだ。私の名はヒュルケンベルグ。尋ねたいことがある。さっきの力、ただの兵士じゃないな。軍で教わる代物じゃない。そっちこそ誰だ。ただの兵士じゃなさそうだ。私は騎士だ。警備兵を率いる身分ではないが、行きがかり上な。騎士？お前たちが偽物であることには目をつむろう。アルセスの知り合いらしいしな。アルセス？誰のこと？これ多分グライアスのこと言ってんの？これさっきからアルセスって。アルセスって。話はあの男を捕らえた後だ。奴の狙いは中に安置された王爵に違いない。王爵を？お願いです、誰か来て。どうした？助けてください、家族がまだ中に。取り残されているのか。他にも大勢中に。さっきの男と鉢合わせでもしたら。騎士として見過ごすわけにはいかない。ついて来られるなら来い。騎士様が素性の知れない者に頼るのか。戦えるなら身分は問わない。ここで帰ったらグライアスに顔向けできない。お前も来てくれ。もちろんだ。止めても行くんだろ。危険だ。止めても行くんだろ。止めても行くんだよね。俺のことを分かってきたようだな。骸骨どもに気をつけろよ。骸骨めっちゃ出そうだなあれ。さあということで、レガリス大聖堂。さあ行こう。あの騎士についていかなくては。追いつかなくては。ということで、お、待てよ。あった。よし、ちょっと。いや。上に向かうぞ。まずい。崩れるぞ。やばい。キャ、避けて。やばい、分断されたか。お前たち無事か。ちょっと待って、一緒に行くんじゃねえのかよ。お前分断されたわ。こっちはなんとか。でもくそ、これじゃ進めない。別の道を探すんだ。私は先に上へ向かう。分かった、必ず追いつくからな。よし、上で合流だ。無理はするなよ。ということでヒルケンベルクは先に行くらしい。よし、敵に見つかったぞ。先制攻撃。一気に行くぞ。さらに。はあ。あ、これはダメだ。ヒーラー。違うな。この力で。光よ。あと一つ。よ、正義のために。うら。よし、敵の増援なし。オッケー。気をつけて、まだいるわよ。んーと、こっちにもなんか、あ、見つかったか。どこ？あ、ここ。で、てめえ、あ、やべえ、ダメージ受けた。やられた。いった。痛い。これは良くない。これは良くないかも。ということで、覚悟はいいか。先にこれやって、残り2つ。大丈夫、やりきる。やるか、やりきるか。最後まで油断たりそうだ。ファイター。
やべえな、敵に突っ込まれた。我敵にさらなる高みを目指す。これで近い。近い。近い。やばい。警戒して。よし、弱点をついたわ。こっちなんか、もうこっちから行くか。アイテム。あ、助けて。やばい。なんでこいつらどっから出てきやがった。いや近寄らないで。あの死人使い丸腰で秘密すら襲わせているのか。放っておけない。助けに入る。やったね。今度やれ。ほい仕上げだ。いい加減はしない。ヒーラー使えるな。結構光魔法がここで刺さるね。よし大丈夫か。怪我はないか。ああ助かったが、お前ら一体どこの所属で。そんなことはどうでもいい。お願い、うちの子を助けて。この友がこの先に。分かった分かった。俺たちが探そう。ここで待っていてくれ。お前ら本当に国営軍。いい黙ってろ。彼女は俺が護衛職すまんが子供を頼んだぞ。ということで、使えそうなものならもらっとけよ。勝って待って待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 て絡みだ。捕らえた。詰めるよ。弱点に当たったわ。効いてるよ。オッケーで、あやばい待ってろ。出られないよ。助けて。子供の声だ。この部屋にいるぞ。まさか。キャッキャッいいもの見つけたな。これ役に立つんだ。キャッキャッこれ切れないか。これせっかくあ、ボーンロッド。ちょっと待って。ちょっと待って。これさ、ロッド装備できるよな。ヒーラー。装備できません。メイスだった。ちょっと待って。あ、いた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 。よし。もう大丈夫だ。怪我はないか？うん。でも怖かった。よく頑張ったな。お母さんが心配してた。自分の前だっておかしいだろ、お前、この前。よく頑張ったな。ありがとう、お兄ちゃん。とにかく無事でよかったわ。私あの兵士呼んでくるね。よし。よかった。よくやってくれた。あとは俺が母親ともども安全な場所まで連れて行こう。お前たちも早く引き返した方がいい。この先は危険だ。正直軍の手に負える状況じゃ。いや。俺たちはやることがあるんだ。その子のことをよろしく頼む。助けてくれてありがとう。お兄ちゃんたちも気をつけてね。よし。行きましょう。宝箱だ。ほっ。もらっとこう。ハンコンか。死者を呼び戻すという神秘の公約。味方一体の戦闘不能状態をサイズピーサーで。おい、めっちゃいいのあるじゃん。それいいな。キュッカッキャッ。おし、なんかいろいろさ、アイテムが手に入ってるけど、俺なんかよく分かってないんだよね。見といた方がいいかな。何のアイテムなんだろうっていうのが分かってないけど。何を手に入れてんだろう。薬は分かるけどさ。あー、これあれあれ系もあるのか。換金アイテム系。ボンロッド装備できるやつね。まあ、いいや。これで、じゃあ、でこっち行って、大丈夫か。いや、そうか。見ろ。それに。よし、ということで
こうして見上げるととてつもなくでかいな。気が遠くなりそう。これてっぺんまで登るの？うん。ああ、最上階だ。やばいな。ちょっと待って、どうやって行きます？このまま行っちゃっていいんですか？アイテムもなさそうだし。急ぐぞ。近づいてきたらあと少しだ。やばくない？これ最上階。あれ見て。よし、さあオープン。なんだこれは。マグラなのか。しかもこんな建物の中に。これは廃鉱山で出くわしたのと同じ。今何か物音が。人間が来るぞ。人間が違う。無駄。崩れるぞ。見て、あれ入り口が。ここまで来てどうやって中に入る。ここからじゃ無理だ。たまたま崩れたんじゃない、塞がれたんだ。別の場所から入るしかない。心当たりがある。そうか、なら俺たちも行こう。その前に確かめておきたいことがある。ルイに殺された男についてだ。あんたはグライアスの知り合いなのか。ああ、彼の本名はアルセス、アルビド・アルセス。前王陛下に腕を噛まれて王子殿下の剣術指南役を務めている。そうだったのか。まさか知り合いだったとは。まさか知り合いだと。とはいえ、私が殿下の近衛としておそばに仕えていた頃の話だがな。あんた王子の近衛なのか。近衛だった。王子殿下も確認したいのはそれについてだ。教えてくれないか。お前たちはなぜルイの命を狙った。言っていいのか。匿名暗殺の理由を漏らすわけにはいかない。復讐だよ。暗殺は王子のためさ。亡き王子殿下の名。復讐。王子だけじゃない。ルイは王も殺したんだ。アルセス、一時の感情で動く男じゃない。気丈と言われてでも常に最良の選択にこだわった。それがなぜ復讐のためだけにあんな。さあな、知りたいことはそれだけか。お前たちがアルセスの仲間なのは分かった。改めて協力を求めたい。俺たちよりも軍に応援を請うべきじゃないのか。今日の様子を見ただろ。もう当てにできない。少数精鋭の方が対処もしやすい。大聖堂への侵入路を教えよう。力を貸してくれるか。当然だ。お前はどうだ。もちろんだ。力ありえられる。任せる。もちろんだ。もちろんだ。よし。聞くだけ野暮だったな。ちょっと、国軍は何してるの。王の葬儀がこんなになるなんて、国はどうなっちまうんだ。だいぶ混乱してるな。無理もない。私自身まだうまく飲み込めていないしな。あ、あんたたち。ファビアンヌ。マリアを見なかった。マリア、いなくなったのか。騒ぎの話を聞いて駆け出していったのよ。多分この近くに。おい、ファビアンヌ、いたぞ。マリアだ。マリア。動かすな。頭を打ったようだ。逃げる人の身に巻き込まれたんだろうな。かわいそうに。気を失っているが命に別状はなさそうだ。あの人は一緒じゃないのかい。それはてんてんてん。いや、これは言いづらいな。それは、いや、てんてん、無言もダメだ。それは、それは、その、すまない。覚悟はしてたから。でもくそ。
マリアのことはファビアンヌさんが見てる。しばらくは安静にするしかないだろうな。取り残された人はまだいるんだろう。救出に入った兵士たちもほとんど戻ってこないらしい。噂じゃルイの私兵にやられたとか。レイの人間の死骸も安全が確認できなくて置きっぱなしだ。地下には墓地を兼ねた納骨堂がある。そこを抜ければ大聖堂へ出られるはずだ。信用していいんだな。納骨堂にはどうやって入る。歩兵者の左側にある門から行ける。よし、急ぐぞ。さあ、ということでこれでいよいよ仲間になったのか。ということで支持順位、何これ。ああ、あれか、支持順位が確認できます。英雄像の化身でアーキタイプは使い手の人望を感じ取るからです。順位は物語を進めたり人助けなどで変化します。また町に出現した有力候補者の顔が浮き出る岩岩石には順位に応じたマークが毎日蓄積します。確認することで累積分を獲得できます。これで大争いをするんだから。はい、ということでいきますか。大切、ちょっとお前少年、この店で売ってるものに何売ってる。アンドーナツ、ポカンポカントンカチ、何それ。ポカントンカチ買ってみようか。何これ。これで叩くと相手が何か忘れるんだって。買っとこうか、一個だけ。うん、いい趣味をしている。気が向けばまた来るといい。トンカチだけ買ったわ。つまらぬものを買ったな。ここやな。ということでちょっとセーブしとくか。